ミートでーす。今日はね、激川みーちょんをちょっと動画ちょこちょこ撮ってたので、ちょっと見ていこうかなと思います。ちょっと動画再生しますね。よいしょ。かわいいよね。震災後にはなるんですけれども、みーちょん元気にこんな感じで活発に滑車を回しております。あ、気づいたこんな感じで滑車を回しております。気づくとね、すぐね、こうやって出てきちゃう。で、あと滑車をね、めっちゃ汚す。滑車の中でうんこする。滑車って言っていいのかな、回るやつ回るやつ。はい、じゃあもう一本あるんで、もう一本も見てみましょうか。今日はね、もうこんなサクッとしたみーちゃんかわいいっていうだけの動画です。はい、で、震災後にちょっと物がいろいろなくなっちゃったので、とりあえずこう床材買いに行ったんですよ。で、床材を木のものにしました。まあよくハムスターとかで使ってるタイプかな。ちょっと見て、潜るの、すげえ潜るの、これやばくない？めっちゃ潜るの。ほらほら、かわいい、超かわいい。で、あんな感じでね、ちょっとお家だけ置いてあげたんだけど、潜ってあそこに入ってくんだよね。そうそうそう、こんな感じ。お尻がかわいいんだよね、お尻がね、これ。あー、もうかわいい。はい、今回はね、ちょっと2本しか撮ってないんですけど、こんな感じのただかわいいねっていう動画集です。もう潜っちゃってるもんね。ちょっとね、モグラに近い部分があって、なんかずっとこうガリ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 ってなんかね、掘ってる。いやー、かわいいね。ということで、今回はみーちょんの動画でした。みーちょんのちょっとかわいい顔で最後終わらせとこうかな。この辺がかわいいんじゃない？どうよ、歯車滑車を回した後のこの顔、この顔よ、これ。これかわいいっしょ。めっちゃかわいいよ、もう。はい、というだけの、ただただ自分ちのみーちょんかわいいという動画でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。